検閲は、協議には、国家等の貢献力が、表現物や言論を精査し、国家が不適当と判断したものを取り締まる行為を言う。行政が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき、網羅的一般的に、発表前にその内容を精査した上、 不適当と認められるものの発表を禁止すること。企業のグローバル化が進んでいる現在は検閲の形も変わりつつある。二千二十年からグーグル、ツイッター、フェイスブックといったビッグテックは検閲を強化し社会問題となっている。ビーナスの誕生は検閲日本では憲法第二十一条第二項で禁止されており、その憲法の言う検閲とは 行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき、網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、特質として備えるものとされている。ありがとうございます。